帝王様が私を必要としてくださる限りお仕えするつもりです。どうも伝わっていない気がする。何がでしょう。君は俺にとって大切な人だから。それが俺の伝えたかったことだよ。はい。あの、テオ様は私の気持ちに気づいておられますよね。テオ様も私のことを愛してくださっているのですよね。そこまで言わせる？君は本当に魔女だよね。もちろん俺は君を愛している。最初にシシリーを見たとき、頭に雷が落ちたんだ。なんて可愛い子なんだろうって。その、私も、なんてかっこいい人なんだろうって。シシリー。はい。好きだよ。私も好きです。大好きです、シン君。シシリー。はい。俺の彼女になってくれる？はい。ショウ、アスナがいないとダメだ。もちろん行くよ、一緒に。君の行くところならどこにだって。アスナ、私もあなたのことが好きでした。大好きでした。ありがとう。この恋を一生忘れません。俺も一生忘れない。テレサ、どうしてここに？あなたを追いかけてきました。え？って、いや、なんで、なんでここにいるんだ。タダ君、もう私離れません。あっ。大行動の惨劇を奇跡に変えよう。そういう状況なんだよ。この戦い勝つのは難しい。だけど俺たちは大陸で誰も考えていないことを目指すんだ。こんなところで死ぬわけにはいかない。私は恥ずかしくて今死んでしまいそうです。愛し合う二人は結ばれるべきだ。大事なことですので厳密にお願いします。俺がマルザに帰るとき、君には契約魔法師じゃなく妃としてそばにいてほしいんだ。
俺には君以外考えられない。それをはっきりさせておきたかったんだ。それでは私は今からテオ様の妃となります。私より先に死なないでください。俺は君主で、これから強大な敵と戦おうとしているのに。それでもです。もし守れなかったら私も死にます。これによりあなた方は夫婦となりました。では花嫁にキス。これからは自然な時間が穏やかに流れていくのでしょうね。そうだね。俺も約束破ったから大丈夫。ごめんね。もっとしたい。堀江にとってうまいキスならよかった。またしたくなったら堀江から言ってね。冬の続きをしよう。ずっとずっと好きだった俺、刹那はお前を永遠に愛することを誓う。私もあなたを永遠に愛することを誓う。ついてきたのかも。春から毎日誰かさんにいじめ抜かれたせいで。そのためには残りの試合を全て勝たないと。二人一緒にね。この強さがあんたのひな姉への思いそのものなんだって分かったら涙が出た。あと、ああひな姉はいつもこんな風に抱きしめられてたのかと思ったら、なんか、なんだよそれ。ひな姉とはしたの？なんだそれ、アホか。なんでんなこと。ひな、いい？腕しびれてきちゃうよ。夢だったんですこういうの。え、腕枕を？ごめん。したの？したよ、そりゃ付き合ってたんだし。なんだよ。初めてあんたとした時は何も思わなかったけど、今なら違うのかな。私もうひな姉に遠慮しないから。付き合ってあげるから世界が変わるところを見せてちょうだい。もう一回言って。だから付き合ってって何度も言わせないでよ。じゃあ俺のこと好きなのか。知らないわ。言っておくけど私たちの関係は絶対に秘密だからね。嘘。それが嫌なら分かった分かった。一緒にいられるならそれでいい。こうして俺たちはよろしくお願いします。こ
こちらこそ。